僕が何してるって？アユが上がってくるの？待ってるんだよ。いやー、やったぞ。大量だ。ややー、アユの他にもヤマメやアマゴもいるぞ。おい、おいっと、さあ、アユの炭火焼きを作るぞ。こんなもんかな？これでよーし。煙たいな。ふにゅう。ゲホー、ゲロー、ゲロッと。そうそう、ここは岐阜県のゲロ市なんだ。前を流れる清流はマゼ川です。アユがたくさん取れるんだな。ということで、ゲロといえば日本三名泉のゲロ温泉に浸からなくっちゃね。それではそろそろ司馬遊太くんと一緒に散歩旅へ出発しましょうか。ここは道の駅まぜ三木の里です。大きな駅ではありませんが、自然がいっぱいで楽しく散歩できそうだよ。今日カーキャンプをする人は前の車の1台だけかな。ちょっと寂しい感じだけど、まあ静かでいいかも。残念ながら混ぜ川温泉の足湯は休みのようだね。まずはその辺を散歩してみるか。おお、崖の上に観音さんがあるぞ。念仏岩の湧水って書いてるよ。なるほど、下で清水が湧いてるんだな。足湯のそばのあの三角屋根の建物が露天風呂なんだけど、最近閉鎖されたようだね。いやー、山があって、川があって、僕がいて、本当にここは、いいところだな。明日は、マゼ川の上流の方へ行ってみるか。おお、あれはなんだ？おや、アユだなだ。きれいな川だから、アユがいっぱいいるんだよな。いやー、君は一人で散歩できるんだね。いいな。君、女の子だろ。一緒に遊ぼう。あれ？僕嫌われちゃった？どうしてかな？
やれやれ。やっぱし、僕と一緒に遊びたいんだね。この辺でね。僕、今から温泉に行くんだ。やってきました。下呂温泉の幸の湯です。入浴料は350円です。こりゃ、洋風のお風呂だね。なかなか柔らかいお湯だな。泉質はアルカリ性単純温泉ですよ。温泉って何度入ってもいいよね。露天風呂にも入るぞ。こんばんは、あゆで、一杯やるかな。やっぱし、熱燗だよね。いい湯でした。それでは、この辺で、さようなら。